はい、よろしくお願いします。熱にございます。というわけで、ボレー、難しいと思うんですね。今日は僕、ボレーが苦手な人に、こうやったらうまくなりますよというところ、ご紹介したいと思います。はい、まあ、よく手のひら感覚でなんて言ってね、こう、ボレーをボールをキャッチするようにとか、まあ、ここにこうなんか缶とか持ってスポット入れようみたいなね、そういう感じでやると思いますけれども、まあ、あれのところをちょっと今日は掘り下げていきたいと思います。はい、まあ、何もね、できずにこう真ん中にパンパン当たる人は、必要ないんですけれども、今日のところのポイントをちょっとつかむだけでも、あボレの当たり方が分かりましたっていう方がね、これまで結構いましたので、ご紹介したいと思います。まずはオンコートでの動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでいきましょう。ではいきます、どうぞ。はい、よろしくお願いします。今日はボレーの、インパクトのところでご紹介したいと思います。ボレーが苦手な方は、どうしてもここがちょっと苦手ですよっていうポイントがねありますので、ご紹介したいと思います。よく、ボレーを練習するときに最初手のひらでこうキャッチしたりすると思うんですね。ちょっとやってみますね。はい、こう出しておいてこう取る感じですよみたいな感じでねやると思います。で、今度ラケットを持っていきましょうってやると、なんかこう うまくいかんなみたいなね、感じになることがね結構多いです。で、これはなぜかというと、手のひらの場所と実際ラケットがこう伸びてきた、インパクトの位置ですね、ここの、ズレの部分、ここをやっぱりこう調整することって結構難しいです。こう手のひらで当ててくださいねってやるとできるんですけど、まあ、ラケットっていう道具を、使い慣れてない方は、バックボレーだとこれは手の甲ですよね、両手の方だと左手の手のひらになりますけど、ここのところのズレの部分を、しっかりと頭の中でねこう意識できると結構、ボレーの能力上がりますので、今日はそのあたりをご紹介したいと思います。まずポイントになるのは、この手のひらの位置よりも斜め上に打点が逸れるというところです。これ、真横とか真上とかだったらまだいいんですけど、ラケットはこう寝かせて、使いますので斜め上になるんですね。ここのところがやっぱり結構難しいのかなという気がします。はい、これ真横だと当然力入りません。はい、ここで、伸びてますので力入らないと。で、こう立つと今度はこうグリップが厚くないと無理ですよね。こう軟式テニスのようなグリップだと、このグリップの真上で距離調節しやすいんですけど、薄いグリップだとどうしてもこれが斜めになります。この斜めの状態、手のひらから斜めにこう反れた場所っていうところがしっかりと意識できないといけないですので、まずここの距離の調節ですねをしっかりやれるといいと思います。で、ここまでは結構できている方多いんですけど、最後難しいのはこの状態からラケットが少しだけ後ろにこう倒れます。ボレーの場合上向きを作りたいので、とこの手の真上よりも若干後ろで取ることになるんですね。やっぱりこれが、一番難しいと、ここができるかできないかで、ボレーが結構確率よくできるのか、たまにエラーが出るのかっていう形のね差になります。ボレーの中にはこの後ろに倒すのが必要なくて、手のね真上で取ればいいっていうボレーも結構あります。ちょっとやってみますね。ガンとこう押さえ込むようなボレーに関しては手の上で十分です。バックボレーも同じです。はい、手の上で、いいんですけれども、これがちょっと引き込んで相手の強いボールを返していくとか、そういうボールになると少しラケット面を後ろに倒すことが求められます。はい、若干こう立体的に打点をこう遅らせてあげる必要が出てくるんですね。で、ここの感覚は、ボールキャッチではやっぱりなかなか出にくいので、これはもう本当にこうボレーで、練習をね、することが必要になります。はい、少し後ろに倒してここまで待つっていう感じですね。はい、でこれが結構難しくて、ボールキャッチの時皆さんどうするかっていうと、最後指でクッとこう握り込むと思うんですね。ボールをキャッチするときは最後グッとこう指でこう握り込むと思うんですけど、こうラケットって、握り込むときに気をつけなきゃいけないのは、握り込むとこう立ってきます、戻ってきます、
戻ってきやすいんですね。でこれを使ってボレーをすることもあるんですけど、先ほども言った、打点をちょっと遅らせたいという時は、軽く握り込んでも面がこう起きて戻ってこないような握り込み方をしなくてはいけない。はい、ここのところが、やっぱり結構ね難しいです。で今本当にこうで出したみたいにこんなに遅れるかっていうと、ほんの少しです。ほんの少しなんですけど、ここのところができるかどうかで、しっかりこうボールをキャッチするようなボレーができるのか、そうじゃないのかというところにこうガッとね、分かれてきます。はい、ですからここのところ、うまく埋めることができると、ボレーの感覚っていうのはかなり良くなると思います。はい、で今の感じでこの指でこうやるところだけをやろうとするとやっぱり難しいので、そのためにはこの手の位置自体もこういう感じでスライドしてあげる、練習をしてあげるといいと思います。はい、後ろに送らすだけだとねやっぱりこう打点が点になるんで難しいんですね。ちょっとしたことでこうラケットがこう出ようとしてしまうんですけど、後ろに倒れた状態でこうラケット自体もこう腕を使ってスライドさせていく。はい、スライドさせていくとラケットがこう後ろに倒れた状態でのインパクトっていうのが、よりやりやすく、はい、なります。手でキャッチする、はい、これに対して打点が斜め上にずれているだけではなくて、時には少し後ろにもずれることが必要であると。でそのためにはグリップを握り込んでギュッと起こしてこないようにしなければいけないし、プラスそうする、ためにはラケット自体をスライドさせてあげるということですね。このグリップの位置自体が、前にしっかりと、動くような、ボレーを心がけてあげると、ラケット目は後ろに倒れてもしっかり、打つことができるようになります。はい、以上のようなポイントを気をつけると、このボレーの打点のところですね、こう手でキャッチはできるのにしっかり打てないという方、しっかりねボレー打てるようになると思いますので、頑張ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりねこう手のひらの場所と、インパクトの場所が異なるというところですね。ここがやっぱり一番、難しいというか悩ましいところで、大体ですねこう苦手な方っていうのは手のひらの、高さ同じで真横で捉えようとする方が結構多いです。ここのところがすごく多いで、もしくは真上ですよね、グリップが厚くなってしまって、このね斜めにずれるっていうところが、やっぱりすごく難しいですし、これができないとコンチネンタルとかフォアハンドインスタントとかの薄めのグリップで処理することができないので、やっぱりちょっとね難しい面が出てくるんじゃないのかなという感じで思っています。はい、ですからこの斜めになるところしっかり処理するところが一つで、一番ポイントになるのはやっぱりこう 3D で後ろに倒れるっていうところですね。はい、ここのところのイメージが湧くといいと思います。で連続写真とかで見ると比較的ネットと平行の形でバンって当たってると思います。でまあ、全然それでいいんですね。抑え込むような形になったりとかでいいんですけれども、やっぱ後ろに倒れて当たるっていう感覚もできないと厳しいですし、おそらく、連続写真で見るとまっすぐなってる方でもちょっと後ろに倒して打ってるなみたいな、やっぱり面がね少しは上向かないと、ボレーの場合厳しいんですね。で、上向きの面を作るときにポイントになるのはラケットを後ろに倒す、動きなんです。はい、手首でこうやってギュッとこねるように上を向けるわけじゃなくて、やっぱ後ろに少しラケット面が倒れるぐらいの上向きぐらいでちょうど、当たりも厚くしっかり飛んでいくっていうところがね、作れますので、その手のひらよりも実はちょっと後ろで当てるイメージなんだよっていうね、手のひらがこうやってこれをちょっと後ろで当てるんだよっていうところの、感覚のところまでイメージできると、しっかりとしたボレーがねできるようになると思います。手のひら感覚、手のひら感覚、手で当てるように振っちゃダメっていう形で言われすぎてしまうと、そこのところの感覚をね、養うのがちょっと難しくなります。
実際やっぱりこう手の感覚っていうのは皆さんあると思うんですよ。手で当てようとかね、手でキャッチしようっていうと比較的手はこうパッと、まあまあ本気、本まれとったら痛いのであれですけど、パッと用意はできるんだけど、じゃあラケットっていうね、ちょっとこう長いもの、道具を使うっていうのがやっぱりこれはテニスを始めた年齢が遅ければ遅い人ほど難しいんですね。まあ、やっぱり小学校とかやってる子はね、何も考えずにパンって当てますけども、そうじゃないとなかなかこう難しい面が出てくると。でその時に、今日ご紹介したような感じでちょっと分解をして、横にもずれてるし上にもずれてる、斜めだよね、それを 3D で横から見た場合ちょっと後ろに倒れてるよねっていうところまで頭の片隅に置いてプレーができると、あってこう気持ちよくね飛んでいく場所があると思うんですね。はい、バックも同じようにずらさないといけないです。はい、ここのところの、手のひらとのずらし方、これがやっぱりすごく難しい。はい、どうしても、まあ、やっぱり真横になる方が結構多いかなっていう気がしますね。グリッパー作って真上にずれるっていうのはコンチネンタルとか握るとそうでもないんですけど、やっぱりこう手首が寝てしまって腕とラケットで作る角度がねこう伸びてしまうとやっぱり難しい。はい、ここのところはやっぱり斜め上で取る、それからちょっと後ろで取るっていうところができないとなかなかね気持ちいいあたりにつながらないと思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。以上のようなところを気をつけるとボレーの感覚ですね、またああこんな気持ちいい当たり方があったんだみたいな感じでわかると思いますので、ぜひ皆さんコートで頑張ってみてください。Street.